お疲れ様、真中さん。あ、シクラ部長、今日はありがとうございました。父にもシクラ部長のことを伝えますね。うん、ぜひ伝えてくれ。ほら、コーヒーどうぞ。え、いいんですか？守るくんの娘だから特別だよ。他の人には内緒ね。ありがとうございます。あれ、何か書いてある？私は真中、就活生だ。今日は本命の会社の面接の日。訳あって足を骨折してしまったから、パパに車で送ってもらったんだ。頑張らないとな。面接を舐めてるよね。親に送ってもらってくるなんて、本当に舐めてるよ。最近の若者は本当にダメだ。僕の若い頃とは全然違う。じゃあ面接に行ってきます、守さん。じゃなくてパパ。ああ、うん、行ってらっしゃい、真中。面接頑張って。って、うん？あの男、どこかで見たことあるような。そうだ、思い出した。あいつは高校の同級生の守じゃないか。あいつのこと僕はずっと大嫌いだったんだ。あの女、守とどんな関係なんだ？まあ、面接で聞けばいいか。守の関係者であることは間違いない。いやー、こんなところで復讐のチャンスが来るとは。守くん、僕の君への恨みはマリアナ海溝より深いということを思い知るといいよ。じゃあ次の方どうぞ。はい、失礼します。真村真中です。よろしくお願いします。僕は部長のシクラメンタロウだ。君、この名前に聞く覚えはないか？え、ないですけど。はあ、なんだ、守くんから聞いてないのか？え、シクラ部長、父のことをご存知なんですか？高校時代の同級生なんだ。父、そうか。君は守くんの娘なんだね。あ、はい、血はつながってないんですが。そうかそうか、偽善者の守くんらしい。養子を取るなんて。今なんて？いいや、なんでもないよ。高校の同級生だった守くんの娘が面接を受けに来るなんて感慨深いよ。よかった、今日君の面接の担当を僕ができて。そんな風に言ってくださり、私も嬉しいです。じゃあ面接を始めようか。きっとパパとシクラ部長、高校時代仲が良かったんだろう。シクラ部長は私のことよりパパのことをたくさん聞いてきた。自分のことをあまり話せなかったのが少し残念だけど、パパに土産話ができるな。そして面接終了後、あとは結果を待つだけだ。お疲れ様、真中さん。あ、シクラ部長、今日はありがとうございました。父にもシクラ部長のことを伝えますね。うん、ぜひ伝えてくれ。ほら、コーヒーどうぞ。え、いいんですか？守くんの娘だから特別だよ。他の人には内緒ね。ありがとうございます。あれ、何か書いてある？親が中卒のアホは不合格です。何ですかこれ。よかったよ、文字が読めて。中卒の娘だから文字が読めない可能性があると思って。どうしてこんなことを書くんですか？それに父は中卒じゃないです。中卒だとしてもこんな風にアホって書くのはおかしいですよ。中卒の人はアホじゃないです。あー、なんだ、守くん言ってなかったんだ。あのね、守くんは中卒なんだよ。高校の同級生の僕が言うんだから間違いない。高3で学校から去ってるんだ。それと、どうしてこんなことを書くかって質問だったよね。それは守くんのことが大嫌いだからだよ。そして守くんの娘である君のことも大嫌いだからだ。え、シ
クラ部長は父と仲が良かったんじゃ。仲なんて何も良くないさ。高校時代から今日まで僕が世界で一番嫌いなのは守くんだよ。そんな、どうしてそんなに父を嫌うんですか。理由？ああ、生理的に無理ってやつだね。守くんを見ると鳥肌が立つんだ。特に深い理由はないよ。特に深い理由がないのにこんなことをするなんて。嫌いに理由なんてないだろ。あ、そうだ、不合格なのは私がこの会社にふさわしくなかったからですよね。さすがに支援じゃないのは分かってます。思いっきり支援だよ。君を不合格にすれば守くんがショックを受けるだろ。自分が嫌われているせいで娘が採用されなかったって。だから支援だよ。君が守くんの娘じゃなかったら採用だったろうけどね。残念、守くんの娘になったことを恨むんだね。ひどい、さすがにひどすぎます。泣く？泣いちゃう？あ、ちょっと涙目になってるじゃんか。父に電話します。パパ、シクラ部長にいじめられてつらいよ。ビエーンって泣きつくつもりでちゅか。はっはっは、情けない。さすが中卒の娘。もしもしパパ、99億の契約切ってこの会社潰しても大丈夫だよ。はあ、99億円の契約を切ってこの会社を潰す。守くんにそんなことできるわけないだろ。確かに高校の時守くんはすごかった。でもね、守くんはアホだから高校を辞めて中卒になったんだ。そこで守くんの成長は止まった。それと引き換え僕は努力し続け、こうして若くして部長にまで上り詰めたんだよ。そして部長として人望も集めてる。高校時代とは真逆の立ち位置になってるんだよ。父は副社長です。守くんが副社長？はい、とある会社の副社長をしています。あー、なるほど。なるほどね。副社長なんて簡単になれるんだよ。なろうと思えばきっと中卒仲間を集めて起業でもしたんだろう。そんな弱小ベンチャー企業の副社長には何もできないよ。副社長だって偉い副社長と偉くない副社長がいるんだから。ましてうちを潰すことなんて。うちは大企業なんだよ。そんじょそこらの企業とは全然違うんだよ。うぐもりグループってベンチャー企業なんですか？うぐもりグループがベンチャー企業？何言ってるんだい。天下のうぐもりグループがベンチャー企業なわけないだろ。そんなこと日本人なら赤ん坊でも知ってるよ。私の父はそこの副社長なんですけど。え？だからうぐもりグループの副社長なんです。適当なこと。本当です。適当なことなんて言ってません。天下のうぐもりグループの副社長になんか中卒がなれるわけないだろ。もういいから帰ってくれ。君と話してると不愉快になる。真中は嘘ついてないよ。はあ、その声は憎き守くんの声。ひどいな、憎いだなんて。俺君にそんな恨まれるようなことした覚えないんだけど。久しぶり、シクラ君。守くん、なんで君がここにいるんだ。部外者が入っていい場所じゃないんだ。それぐらいもわからないとは。中卒だと常識ってものがわからないのかい。警備員を呼ぶよ。呼んでも俺は追い出されないと思うけど。なんだって。俺この会社の社長と契約の話をしに来たんだよね。99億円の契約を切らせてもらうって。今帰るところなんだけど。はあ、99億円の契約を切る？守くんまでそんなこと言ってるのか。いや、やっぱり中卒だね。副社長かなんだか知らないけど、君みたいなのが副社長をやってる会社が
うちと契約をしてるわけないだろう。妄想をつ。守さーん、待ってください。え、社長？お願いです、この通りです。ちょっと社長、こんなのに頭を下げる必要なんてないですよ。守くんは僕の高校の元同級生で、高校中退した中卒野郎なんですよ。何言ってるんだ、守さんはうぐもりグループの副社長だぞ。社長まで何言ってるんですか。こんなやつがうぐもりグループの副社長なわけないでしょ。いいや、副社長なんだよ。そうか、わかったぞ。守さんが言ってた守さんの娘さんにひどい態度を取ったって社員は君だな。そうですよ、守くん程度の娘にどんな態度を取ろうといいじゃないですか。ただの中卒の娘なんだから。ずっと中卒言ってますけど、父が高校中退してどうしてたか知らないんですか。そんなの知るわけないだろ、中卒になんて興味がないからね。イギリスのノックスフォード大学はご存知ですか。君は僕をバカにしてるのか。知ってるに決まってるだろ、世界ランキング1位の大学じゃないか。父は高校中退してイギリスのノックスフォード大学に飛び級で入ったんです、経営を学ぶために。守くんがノックスフォード大学に飛び級で入った？そんな嘘誰が信じるんだ。本当なんだけどな。なら証拠を見せてみろ。証拠か。ああ、ノックスフォード大学の学長と撮った写真ならあるよ。何が証拠だよ。ただ日本にいる外国人のおじいさんと写真を撮っただけだろ。今ググってやるよ、ノックスフォードの学長は。え？あれ？写真のおじいさんが出てきた。そりゃあそうだよ、俺の時と学長変わってないから。じゃあ本当に守くんはノックスフォード大学に飛び級で、もしかしてうぐもりグループの副社長ってのも本当？だから何度もそう言ってるじゃないですか。そもそも父の名字はうぐもりですし、父とおじの社長二人でうぐもりグループという会社を作ってここまで大きくしたんです。どうして勝ったと思ったのに、僕の遥か先に行ってたなんておかしい、こんなのおかしい。これでやっとわかったろ、99億円の契約をうちの会社としてたのは本当なんだ。君はとんでもないことをやらかしてくれたんだぞ。この契約がなくなったらうちの会社は倒産するかもしれない、それほど大事な契約なんだ。契約を切るのはやめます。本当ですか。いや、よかった。はい、最初は会社でそういうことをしてるのかと思いましたけど、シクラ君が勝手にやってただけだったみたいなので。そうです、こんなこと会社としては認めてません。契約は切らなくていいよね、マナカ。うん、大丈夫だよパパ。ごめんなさい社長さん、パパのことをバカにされてついあんなことを言ってしまったんです。そうですよね、みんながみんなシクラ部長のような考え方なわけないですよね。申し訳ありません。それなのに99億円の契約を切ってだなんて父に言ってしまって。いや、こちらこそ申し訳ない、不快な思いをさせてしまって。よし、これで一件落着、全て丸く収まってめでたしめでたしってことで。これで一件落着といくわけがないだろう。え、どうしてですか。君がやったことをこのまま水に流すわけにはいかない、君はクビにする。はい。うちとしてもシクラ君がいない方が取引するのに安心できます。おい守君、僕たち同級生の仲じゃないか、それなのにそんな言い方ひどいだろ。同級生なんだからこれくらい許してよ。何が同級生だからこれぐらい許してですか。父のことを散々見下しておいて。同級生だろうが許せないことってあるんだよ、これは遊びじゃなくてビジネスだしね。
ってことで行こうか、はるか。うん。待ってくれ、マモルくん。君も会社から出るんだよ、シクラくん。あ、マナカさん。はい。お願いがあるんだが、今から面接させてもらえないか。私が担当するから。二度手間になってしまって大変申し訳ないが。もちろんです、よろしくお願いします。パパ、本当にありがとう。ううん、お礼を言うようなことなんかじゃないよ。結果が出るのが楽しみだね。でもパパを呼んだからコネ採用みたいになっちゃうかも。そこは大丈夫、マナカはもっと自分に自信を持った方がいいよ。うぐもりグループでもマナカのことは採用するしね。そうかな。そうだよ、マナカの決断力と勇気は本当にすごいし。決断力と勇気、そのおかげで私パパと知り合えたんだもんな。ああ、何やってもうまくいかない。パパが死んでから本当に人生つまらないよ。もういっそのことパパに会いに行っちゃおうかな。あれ、今日は誰とオセロしよっかな。お兄さん、前、兄さんじゃなくてレオンだよ。言ってる場合じゃないですって、トラックが来てるんです。もう赤信号なんだから来るわけ。あっちょんぶりけ、なんで来てるの。ああ、運転手さん寝てるよ。おい、起きて。起きない、そんなんじゃ絶対に起きないですから。あ、危ない。おい、おー、あれ、ここは。おい、起きた。あなたはレオンさん。仲間ゆきえは俺のことを助けてトラックに引かれちゃったんだ。ごめんね、仲間ゆきえ。いや、マナカですから。足を骨折しちゃったんだって。俺は仲間ゆきえのおかげで少しの怪我で済んだんだけど。足を骨折、本当についてないな。あなたが無事だったならそれでいいです。仲間ゆきえはいい人なんだね。いい人だなんて。仲間ゆきえ、何かお礼がしたいんだけど、何がいい？お礼なんていりませんよ。でもそれじゃあ俺の苦が済まないわ。気が済まないです、家業少し行き過ぎてますから。よかった、兄ちゃん無事で。あなたが兄ちゃんを助けてくれたマナカさんですね。俺は兄ちゃんの弟のうぐもり守です。本当に兄ちゃんを助けてくれてありがとうございました。え、何ですか、俺の顔に何かついてます？パパ。え？すみません、私のパパの若い時にそっくりでついパパって呼んでしまいました。ああ、そういうことだったんですね。おい、俺いいこと思いついたよ。ピンポンパンって来たよ。略してピンときた。兄ちゃん、ピンときたはピンポンパンの略じゃないよ。ピンとくるのピンとは、元来物が急に勢いよく跳ね上がったり反り返ったりする様を表す語で、そこから転じたものだから。あーね。それで何を思いついたのさ。お礼にね、守るがパパになればいいんだよ。え、ちょっと言ってる意味がわからないんですけど。仲間ゆき、寝言でパパに会いたい、パパに会いたいって言ってたじゃん。それが仲間ゆきへの望みでしょ。守がパパに似てるならパパになってその望みを叶えればいいんだよ。いや兄ちゃん、それは俺なんかじゃマナカさんのパパの代わりは務まらないって。守はとってもいい人だからパパになるのに申し分ないわ。お断りさせて。いや、パパになってもらってもいいですか？うんうん、
断るに決まってますよね。って、ダメですか？いいですよ。いいけど、本当にいいんですか？はい、よろしくお願いします。ということがあり、私は守さんの娘になったんだ。私が守さんの娘になった理由、それはパパがいた時は何もかもうまくいってたから、パパに似た守さんのそばにいればまた人生が好転していくと思ったんだよね。その予想は当たり、私の人生は好転してきている。そして数日後、パパ聞いて。どうしたの、マナカ。採用されたの。ぜひ来てほしいって社長さんから連絡が来たんだよ。おめでとう、マナカ。それに勘違いしてほしくない、決して守くんの娘だから採用したわけじゃない。君という人材に魅力を感じて一緒に働きたい、そう思ったから採用するんだって言ってもらえたんだ。そう、それは本当に良かったね。うん、これも全部パパのおかげだよ。俺は何もしてないよ、マナカのそばにいただけ。それが一番大きかったんだよ。何もしてないって言うけど、面接練習だってたくさん付き合ってくれたし、就活でナーバスになってた私を気分転換に外に連れ出してくれたり、いろいろフォローしてくれたじゃん。本当にありがとう、パパ。どういたしまして。あ、そういえば兄ちゃんがそろそろ就職祝いのプレゼントを持ってくるって言ってたんだけど。そうなんだ。あ、来たかも。はい。シクラ部長？もう部長じゃないけどね。君たちのせいで。何をしに来たんですか？ウラ！うわっ！シクラ君、何をするんだ？今からこいつを少しずつ痛めつける。守君、そこを動くんじゃないよ。動いた瞬間、こいつの命を奪うから。なんでこんなことを。守君、君は中卒のくせに僕から仕事という大切なものを奪った。だから君の大切なものを奪ってやるんだよ。じゃあ始めるとするか。助けてパパ。動くなよ、守君。じゃあ始めるとするか。やめろシクラ君。ちょっとどいて。いったな、何するんだ。て、その人形は。仲間由紀恵の就職祝いの宮古島守くんだよ。仲間由紀恵は守のことを好きだし、沖縄出身だからちょうどいいかなって思って。くだらないものを持ってきやがって。あ、シクラメンくんだ。ああ、そういえば兄ちゃんそんなあだ名で呼んでたよね。シクラメンってあの花？シクラメンくん、久しぶり。シクラメンくんは守のことを大好きだったよね。何言ってるんだ、好きなわけ。でも友達に囲まれてる守とか、廊下に貼り出されたテストの順位表の守の名前とか、じっといつも見てたじゃん。シクラメンの花言葉って嫉妬なんですよね。もしかしてただパパにずっと嫉妬してただけ？嘘、そんなわけないだろ。誰が守くんなんかに嫉妬なんてするか。とりあえずマナカ、君のことは。ダメだよ、俺の姪っ子を傷つけさせない。あなたも一歩でも動いたら。いっけー、守くん。眩しい。なんで光るんだ。夜道も照らせるようにって改造したのは。くだらないことは。守くん。兄ちゃん、隙を作ってくれてありがとう。何をするつもりだ。おりゃー、ぐはー。ふう、パパ強い。昔柔道習ってたからさ。
ずるい、ずるいよ。勉強ができて、顔も良くて、人望もあって、力もあるなんて、ずるい。僕も守くん見たくなりたかった。パタ。その後、志倉部長は逮捕され、刑務所に入ることになった。志倉部長は、やっぱりパパに嫉妬してたんだろうな。嫉妬でここまでするなんて本当に恐ろしい。捕まってくれてよかった。今私は会社に入社し、怪我も治り、楽しい毎日を送ることができている。いつかパパみたいになれるよう、嫉妬するんじゃなく、パパを目指して、パパを超えられるよう頑張っていきたいな。